たかしです。画像は私目線で部屋の天井を撮っています。コロナ発病から3日目、自宅待機で部屋にこもってトイレと浴室の往復だけです。熱は一番高い数値で38度、平均で37度台です。食欲はありますが、2日目の金曜日の夕食から味覚障害が始まって、何を食べているのかさっぱりわからないです。私の3日目は今のところこんな感じですが、家族以外にペットにも迷惑がかかっています。室内で飼育しているカメやウーパールーパー、アカアライモリ、ベタなど、私の隔離部屋とは部屋が違うので思うようにお世話ができない状況です。コロナに感染すると家族以外のペットにも迷惑がかかると感染して痛感しております。